うわー、なると無理だよな。感度マックス。あー、反応。えぐや、いや、えぐ。はい、どうも、ティーチャーです。ということで、今回なんですけど、今回は、狙撃 VS 拳タイマンのリベンジをやっていきたいと思います。で、前回、僕 SR VS 拳5人でやったんですけど、この動画、まだ見てない人いたら、こっちの方先に見てください。で、この動画で SR タイマンや、SR VS ね、拳でやったんですけど、さすがにね、一人で5人相手するのはきつかったんで、今日は、1対4でやっていきたいと思います。で、前回のね、反省などもね、踏まえて勝っていきたいと思います。では早速試合いきましょう。はい、ということでね、じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。いや、ちょっとね、前回の反省をね、生かしてね、ちょっとね、確実に当てに行くっていうのをちょっと意識しながら、今日はね、やっていけたらいいかなと思います。で、あとちょっと相手が一人ね、前は1対5だったんですけど、1対4でやるんで、一人減ってるんでね、その分僕も勝ちやすくなってると思うんで、今回はね、ガチで勝ちに行きたいと思います。まあ、遠距離は QS して、まあ、当たればラッキーぐらいな感覚でやって、近づいてきたら結構ガチで当てに行くっていう作戦でやってみようと思います。さあ、久しぶりの拳タイマン、いきます。スタート。まあ、この距離は当たらんよな。まあ、無理なんだよ。まあ、分かってる。まあ、当たんないことは分かってるから、いいんだよね、この距離は別に。くねくねはね、もう予測しするしかないもん。ちょっと予測とかできねえしな、そもそも。どうすりゃいいんだな、くねくね。あの、一番最前線の子を抜きたい。惜しい。OK、次。まだ来る。OK、冷静にこの来た子を、見抜いて抜いてけ。やばい、ここに来て二度出されちゃった。やばい。多分こうやってやってる時に来る子は甘えるから、こういう感じで、OK、こういう感じで甘えてる子をまず抜いて、敵の服が揃っている。敵の服がなんか一緒だ。いいよ、悪くない悪くない。こういうこと、こういうこと、理想、これが理想の流れ。いいよいいよ、悪くない悪くない。やばい、ちょっと待って、これこうなられてきた。やばい、リロマサンジョン、やばい、ちょっと逃げ、ちょっと待って、ちょっと、まあ、この距離なぁ、抜けたら最高だけどなぁ。ここまで来た、やばい。うわぁ、なるときついんだよ。やばい。いやぁ、臨時臨時。うわ、やばい。やばい。うわぁ、なると無理だよなぁ。うわぁ、なるときついよ。うわぁ、なるときついんだよ。もう、なんともどうにもできんもんなぁ。ってなると、ちょっとね、俺、もういいこと考えた。あれ見えないんだけど。いた。これは無理だよな。きついよ、さすがに。いいよ。オッケー。いやー、次よ。うんま、うんま、いや、うんま、やばい、あと一人。ああ、やばい、まあ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 、やっぱね、
時にやっぱりそういうのも大事ですよね。うん。ということで、ね、次勝ってね、追いついていきましょう。行こう。ここで一人抜こう。いや、無理だよな。やっぱ抜けねえよな、この距離。いいよな、結構。来た。OK! いいよ。これは、やばいかもしれない。マジやばい。いいよ、悪くない、悪くない。いい。OK! やばい！拳痛い！痛い！ハンド待って、あーハンドえぐやつ、いやえぐいいよ、いいよ今のうまいよ、いいよよっしゃ、これがファイナルバトルや、2対2やけな、いくぜまあでもね、この距離抜けないときついんだよ、正直一人ぐらい距離抜けへんとな、やっぱな、どうにも4人で走られてくると無理だよな、やっぱやばい、そこまで来れるときつい、ちょっと下がろう、やばいな、これやばいな、やばいな、やめよ、かもしれん、やばい、これはやばすぎる、これやばい、マジでやばい、これ無理待ってくれ、待ってくれ、多すぎる、やばい、痛い、やばい、これは無理だ、これは無理やわということで、今回なんですけど、結構いいとこまで行ったけど、ダメやったな。いや、惜しかった。でも一番いい試合したかもしれん。2対2まで持ち込んだからね。いやー、きつかった。また次回ね、ちょっと内容を変えてまたリベンジしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。バイチャー。